こんにちは、みくです。今ですね、ここの面会 5回目の面会に行ってきました。それでね、ちょっと先生に聞いたお話忘れないようにちょっとパパにメール送ったのがあるので、ちょっとこれを読みます。ここね、すごい結構元気そうでした。でもまだ ICU に入ってて、触れ合えたりとかしなかったけど、ちょっと顔を合わせることはできました。はい、では、ちょっとメール読みますね。パパに送ったやつです。手術の前と、そんなに変わらずっていう感じだそうです。足の具合なんですけど、悪化も改善も見られないと。で、あとちょっとショッキングなことが、ちょっと軟化症っていうね、命の危険の、がある状態があるんですけど、その軟化症っていうのになる危険があと 2,3 日はあるらしくって、だからちょっとまだ 2,3 日は本当にしっかり様子を見ないといけないですね、ということでした。で、でもその悪化してるとか、やばくなるかもしれへんなみたいな、そういうやばい感じっていうのはないみたい。本当に元気な、非常に良好ですよっていう感じです。で、食欲もめちゃくちゃあるって、なんでやったかちょっと聞いたけど忘れちゃったんやけど、なんかの理由でご飯の量減らしてるらしいんですけど、それでももっと食べるみたいな、そういう勢いがすごいらしいです。で、まだね、手術の後からそうなんですけど、ハーハーして興奮状態が止まらなくて、落ち着いて寝てたり、ゆっくり寝てたり、ハーハー突然興奮しだしたりっていう感じでも、その、酸素濃度が濃い ICU っていうところに入ってもらってて、酸素をね、しっかり取り込んで、息苦しくならないようにはしてもらってるっていう話で、まだその状態がバラバラで落ち着いてないらしいです。だからあと 2,3 日もしかしたら ICU の中にいることになるかもしれませんって。で、ここはなんかで、ね、お薬がすごい効きすぎるみたいで、ほんで痛み止めをね、すでにね、痛み止めは止めてるんだって。で、痛くないんかなと思って、って言ったら、でも痛いとかそういう感じは全然ない、今は全然痛みを感じていませんということなので、もちろん痛くなったら多分すぐ処置をしてくれるので安心はしてるんですけど、そういうことらしい。で、おしっこなんですけど、まだ自力でできてなくって、カテーテルっていう管を、入れていると、おちんちんにね。なんで、それが入ってると、自力でおしっこしてるかどうかわからないんですよ。そのずっと垂れ流し状態やから。で、管を取って、お腹を圧迫しておしっこをするのを手伝うっていうこともできるんだけれども、そうするとちょっとここの場合は今ね、膵臓が圧迫すると膵臓が痛くなってしまう可能性があるから、だからそれを避けるために、カテーテルを入れて垂れ流しにしています。でもその垂れ流しにしてるおかげで、その垂れ流しにしてるせいで自力でおしっこができる状態にまで回復したのかっていうのがちょっとわからないということです。はい。で、ICU から出れるようであれば、様子を見ながらですけど、明日からリハビリを始めますと。でも、ICU に入りっぱなしの可能性もまだ全然あるので、ちょっと何とも言えないけれども、本当に様子を見ながら、リハビリも、考えて始めてるみたいな感じですね。で、ほんで今後のちょっとリハビリの話も聞いてみました。数ヶ月、必要になってきますよねって聞いたら、足のね、回復具合にも、よるけれども、お散歩がリハビリになる可能性とかもありますって。まだでも先の話やからね、わかんないね。で、今日はそんな感じでした。はい。ということで、明日はなんか先生お休みらしいんですけど、それでもちょっと顔を見せに、見せにというかね、会えたら会いたいし、ここのためにもちょっと顔を見せてくださいみたいに言われてはいるので、行ってきます。ということです。ちょっと今日は自転車で来たんですよ。だからちょっと自転車で運動がてら帰って、途中でちょっと大きい本屋さんがあるので、そこでなんか参考になるもんないか、ちょっと探してみようかなと思います。はい。ということで、今日の動画はここまで、ここで終わりです。ああ、元気な顔してるね。よしよし、お利口さんだ。よしよし、どんな感じ？どう？傷どう？あ、包帯してもらって。そうかそうか。元気そう。元気そうですね。よかった。主人も安心します。これで。